中京 TV スポーツ。その夢の舞台で投げさせていただけたことに本当に感無量で、今にでも引退してもいいかなって思うぐらい本当に感無量です。ありがとうございます。その言葉を受けて吉田さんはいかがでしたか？いや本当にまーちゃんの夢の始球式にこうやって一緒にこうキャッチャーとして携わらせていただけて本当に嬉しいなと思います。本当に私も感無量です。辰年だけに今年は絶対に優勝する、そういう思いで参院からドラゴンズにエールを送らさせていただいております。頑張りゅー。